ライチジムにようこそ。はい、ライチジム始まりました。今日はね、ちょっと悲しいお知らせになってしまうんですけども、ハードロックカフェ大阪店が閉店されるようなんですよ。ね、ショッキングなニュースが入ってきましたけども、先日ハードロックカフェの福岡店の方が閉店ってね、お知らせがあったんですけども、ついにね、大阪の方も、閉店ということで、ちょっとね、本当ショッキングなニュースですよね。そこにあのハードロックカフェの大阪店の方はね、あのロックファンだけじゃなくてビーズファンの、政治的な場所でもあったんで、大阪に観光で来られたビーズファンの中にはね、あのハードロックカフェ大阪店の方に行かれてる方多かったと思うんですけども、こちらの方はね、ロックファンならずビーズファンもね、かなり愛着のある場所なんですよね。なぜかと言いましたら、あの松本さんのね、キャナリーイエローを松本さんが、寄付をしたんですけども、サイン入りの分ね、それをずっと飾っていただいたということで、もうビーズファンならね、大阪に来たらそれを一目見ようということで、見に行く場所、政治的存在の場所でもあったんですけども、これがね、閉店ということでかなりショッキングです。ホワイル会員の皆様へということでね、あのメールが来たみたいなんですけども、誠に勝手ながら当店は2021年1月31日をもちまして閉店することとなりました。開店以来のご愛顧誠にありがとうございましたということなんですね。大阪でね、ビーズのライブがあった時は、その後ね、あの打ち上げ用の場所としてもハードロックカフェを選ばれる方が多かったんで、イベントも結構してたんですよ。ハードロックカフェ大阪店ではビーズのね、ライブ映像を流したりとか、踊れるナンバーとかガンガン流してくれてね、あのファンが楽しめるような雰囲気をセッティングしてくれてね、あのライブ終わったらハードロックカフェっていう流れもあったんですけども、これもなくなってしまうのかっていうね。こちらのお店はね、あの大阪の中心部、ビジネス街のど真ん中なんですね、本町の、で周りはね、結構ビジネスマンとか終わってからね、会食をしたりとか宴会したりとかするような場所でもあるんですけども、それがやっぱりね、できなかったんでしょうね。コロナの影響でイベントライブみたいなこともできるようなスペースもありましたんで、もうそれもできませんからね。結構長いことやった店なんでね、もともと90年代にあの難波の方にあったんですよ。今のね、難波パークスの横あたり、昔の大阪球場だったんですけど、その時代からね、横ぐらいに、ハードロックカフェがあったんですね。私もその90年代に1回ちょっと行ったことあるんですけども、もっとね、暗くて本当に弱くロックがガンガン流れてる感じの場所だったので、すごく特徴あって、若い時の自分もとても刺激を受けた場所だったんですけども、まあ、そこから移転されてね、今の本町のところ、銀行の跡地に入ってね、ハードロックカフェってことで松本さんのギターも飾ってたということでね、特徴的な場所だったんですね。大阪ではもう1店舗ね、あのユニバーサルシティ店っていうのがあるんですけども、まあ、USJ の横にあるところなんですけどね、今の大阪店はね、お宝のグッズが多かったから、移行できるものはしてほしいなっていう思いはあります。特にね、松本さんのギター、これをちょっと宙ぶらりにするのはもったいなすぎるんで、ぜひね、あのユニバーサル店に置いてほしいなっていう気持ちです。そしてまたね、このコロナを耐え抜いた後にね、復活することがあれば元の状態に戻してくださったらいいんですけども、ちょっとどうなるか分かんないですもんね。京都の方にもハードロックカフェ京都っていうのがね、最近できたんですけどね、和風な感じで、完全にあのインバウンド狙いなんで、これもちょっと危ういんじゃないかなとね、ちょっと心配はしてます。こんだけのね、特徴のある素晴らしい場所がなくなってしまうのは本当悲しいんですけども、振り切った時にはね、復活することを願いたいと思いますね。本当飲食店とイベント関係めちゃめちゃきつい大打撃ですからね。長引けば長引くほど、まあ、他もね、どんどん影響しますから、それ潰れたことによってね、他もまた影響するじゃないですか。この厳しさっていうのはね、まだまだ続くのかというとね、あの明日は我が身っていう感じでかなりきついですね。一言じゃないよ。ということで今日は以上になります。またチャンネル登録の方と良ければ高評価ボタンよろしくお願いします。またチャンネル登録していただきましたら、ライチパーティー会員になりますので、こちらもお願いします。じゃあ、せーの、お疲れ、また会いましょう。バイバイ。